電子工作の部屋。アルデュイーノ、ウーノ&スパークファン、キャンバスシールド。プロトタイプ00。スイフトスポーツ ZC31S 解析編。2020年4月。アルデュイーノの次のお題は、キャンバスの情報を覗いてみる、です。スパークファンのキャンバスシールドを使って、車から情報を取得してみます。面倒な処理はライブラリが行ってくれるので、比較的簡単にやりたいことが実現できそうです。題材で使用するスズキ、スイフトスポーツ、ZC31S ですが、サービスマニュアルを見ると、キャンバスを使って、ECU 間の情報のやり取りを行っていることがわかります。しかし、サービスマニュアルには、キャンバスでやり取りされるすべての情報が載っているわけではなく、実際、概要程度しか把握できませんでした。しかも、スズキは独自プロトコルを使っているとの情報もあり、一般的な車で採用されている情報があまり役に立ちません。なので、最初に、ある程度、情報解析を行う必要があります。運転席の左前に隠れている OBD2 コネクタに延長ケーブルをつなぎます。普段は車外水温計がつながっているので、一旦外して付け替えました。まず、キャンバスシールドのサンプルプログラムを使って、実際に情報が取得できるかを確認してみました。一応、意味はわからないけど、連続して情報が取得できているようでした。次は、どのように解析を行っていくかですが、スズキ社にも対応している SZ ビュアーというソフトを活用します。ELM327 デバイスを OBD2 コネクタにつなぎ、Android ナビに SZ ビュアーをインストールすれば、車両情報やエラー情報などを確認することができます。これらの表示をよく見てみると、バスには K ラインが使用されています。つまり、ここで表示されているものは、キャンバスを通して取得したものではありません。でも、メーター表示などは、キャンバスに流れている情報をもとに動いているはずです。SZ ビュアーで得られる情報と、キャンバスシールドで得られる情報を付き合わせれば、数字の羅列からでも、何の情報なのかを特定できそうです。Windows 版の SZ ビュアーでも同様に情報が表示されることを確認します。この解析を行うには SZ ビュアーとキャンバスシールドを同時に動かして同じタイミングの情報をそれぞれ取得する必要があります。通常コネクタが一つしかないのでそのままではできません。たまたまピボットの OBD2 の分岐コネクタを見つけたので購入してみました。しかし、全線欠線してあるわけではなく、残念ながら目的に合ったものではありませんでした。よくよく配線状態を確認すると、K ライン用のピンだけ移動すれば、目的を達成できそうだと気づきました。写真は、緑色のピンを B コネクタ側へ変更した後のものです。実際、車外水温計も、この K ラインのピンのみを使っていて、電源と信号線の3本だけしかつながっていません。しかし、この作戦は失敗で、SZ ビュアーでは、なぜか、K ラインを認識してくれませんでした。配線を元に戻して試してみると、SZ ビュアーは問題なく動作するようになりました。このままでは目的を達成できないので、配線の組み替えを行いました。SWIFTでは使用されていないピンに配線されているところがあったので、それを外して、
分岐用のピンとして流用しました。これで A コネクタと B コネクタはキャンバスと K ラインバスがどちらでも使えるような形になりました。実際に試してみると SZ ビュアーとキャンバスシールドを同時に動かして情報を取得できそうです。ちなみに K ラインを使っている社外水温計との併用はできませんでした。 K ラインバスではバスがビジー状態となり SZ ビュアー側が正常動作しませんでした。水温計を外すと動作するようになります。キャンバスの方はもともとマルチマスタ方式で複数つなぐことが可能なので、キャンバスシールドとの併用時にはこのような衝突問題は起きません。接触不良なのか一発では認識されず、コネクタを変えてみても同じです。配線をこちょこちょと触っていたらつながるようになりました。ちなみにエアコンの設定温度はなぜか4度低い値が表示されます。ドアロックボタンを押したりドアを開けたりするとその情報が表示されます。とりあえず動作したので実際に走行をして情報を収集してみます。キャンバスシールドもつないで両方でロギングを行います。アルデュイーノ、ウーノは OBD2 から 12V が供給されて動作します。ログはキャンバスシールドに挿入した SD カードへ保存するようにプログラムしてあります。
ってしまいました。路肩に止めて状況を確認しましたが、なかなか復帰してくれませんでした。なんとか動いたので再開します。どうも ELM327 デバイスをちょっと触るとリンクが途切れたり電源が落ちたりします。最初ケーブル側の問題かと思いましたが、どうやら ELM327 デバイス側の接触不良が原因のようでした。バラしてみるとコネクタのハンダがしっかりとついていないところがありました。後でハンダを盛り直して接触不良が起きないようにしておきます。もう一つ別の ELM327 デバイスを持っていたので、こちらでも同じように試してみました。ケースを少しグラグラと動かしても電源が落ちたりすることはないようです。もう一度情報収集を行います。
短い距離ですが、いろいろ変化をつけて走行を行い、特徴点を見つけやすくしてみました。キャンバスシールドに挿入した SD カードを取り出し、PC へログ情報をコピーします。中身を確認すると、うまくデータを取得できているようです。このテスト走行で得られたキャンバス情報と SZ ビュアーでロギングされた情報をグラフ表示して時間的変化の状態を比べます。例えば SZ ビュアーでエンジン回転数のグラフを表示して、キャンバス情報に同じような動きをする値を見つけられれば、どのキャンバス情報にエンジン回転数の情報が載っているのかがわかります。このようにして、自力でもある程度解析できそうなことが分かったので、引き続き作業を行っていきます。続く。